チャートチャーイチュンハーンは、太陽国の軍人、外交官、政治家、23代首相で、陸軍大将。1974年大国民党の立ち上げに参加し、1986年から1991年の間、党首を務める。インフラ整備と地方を重視した、経済政策による成長を実現した、反面、汚職の蔓延と、 国軍刑事が災いし、91年に国家治安維持団のクーデターによりわずか3年で政権を追われた。大医時代父は1947年の大空デターで中心的役割を果たした陸軍元帥ピンチュンハワン。父の家系は家境系で1988年末に放中した際、自分は家境三世で生は林。 祖父母の墓は、上海郊外にありと語っている。バンコクにある、名門男子校テープシリン学校と、王立陸軍士官学校で学び、1940年に、商院任官、この絵第一騎兵大隊小隊長として軍役に就く。第二次世界大戦中、第一騎兵大隊は、父親のピンも、副司令官を務めたパヤップ軍の独立第十二騎兵連隊霊下となり、 イギリス領ビルマのシャン州の進行に参加。1943年、大隊は、バンコクに戻り陸軍参謀本部警備、道中隊長。戦後、大陸軍機兵学校とケンタッキー州、ホートノックスの米国陸軍機構学校で訓練を受ける。1949年、ワシントン DC 駐在部官。その間、父親ピンは1947年に対空デターで、 ピプーンを復権させ、また1951年には、儀形帝である、警察庁カンパをシン・ヤーノンと共に、静かなる、クーデターを起こし、事実上権力を掌握した。彼らは、ソイラーチャクルーと呼ばれ、麻薬取り締りを建前に、大掛かりな編、麻薬取引を行って、資金源とするとともに、政治的影響力を利用して、バンコク銀行を手中に収めるなど活動を、 経済圏にまで広げた。朝鮮戦争が勃発すると、チャートチャーイは、第一期兵大隊の指揮官を務める。帰国後、大陸軍総合学校の所長兼指揮官になる。中佐であった1953年、中華民国陸軍ビルマ残留部隊の台湾総監に関わる。後、30代にして、少々となった。1957年9月18日、 同じくピンの儀形定でありライバルであるサリット・タナラット・ゲンスイがプレーク・ピブンソン・クラーム政権に対してクーデターを実行した。彼はシーヤーノンを追い出し政治的、軍事的主要ポストを自分の側近で固めた。加えて新政権はピンパオハイチ族が数百万ドルの公的資金を横領しスイスの銀行口座にそれらを隠蔽していたと告発した。これにより 父も失脚し、チャートチャーイは、軍を追われるのみならず、以後大使として、準国外追放処分を受ける。チャートチャーイは、外交局に移動し、比較的重要でないアルゼンチン大使に任命された。翌年以降、オーストリア、スイス、トルコ、ユーゴスラビア、バチカム及び国連の大大使を連続して務めた。この間に、中国、 中近東とのパイプが形成されたとみられ、後の首相就任後に役立つこととなる。1972年、バンコクに戻り、外務省の政治部長になった。1972年、タノームキッティ課長を追政権の副外務大臣に任命され、政界へのリベンジを果たす。同年12月28日、パレスチナのテロ組織、黒い9月が在バンコクイスラエル大使館。 人質事件を引き起こすと、農業大臣、タービー・チュンラッサップと共に、テロリストと交渉した。イスラエルの外交官の釈放と引き換えに、彼ら自身が身代わりとなり、カイロへの飛行で実行犯らに同行した。チャート・チャイは1973年の地の日曜日、事件の後も、外務次官を務め、サンヤー・タンマサックの暫定閣僚を務めた。 1973年12月、タービー国防省と共に北京を訪問。これはタイが正式に中国との外交関係を確立する1年半前のことで、また北京を訪問した最初のタイ政府交換であった。そこで彼らは有効価格で5万トンのディーゼル油を供給する契約を交渉し、両国間の貿易商壁を取り除くことを約束した。後タイ、 中国友好協会を組織し、北京との関係をてこに、ポルポと政権下のカンボジア観光事業を手掛ける。1974年、同じく軍出身のプラマーン・アディレクサーン、シリシリオティンと反共保守政党として、大国民党を立ち上げる。軍事独裁政権終了後初の民主的選挙となる1975年、大層選挙では民主党に次ぐ、 第三議席を獲得。チャートチャーイも本選挙でナコンラーチャシーマーケンの選挙区を代表する国会議員に選出された。大国民党はククリットプラーモートの下で政府連合に加わり、チャートチャーイは1975年3月17日から1976年4月21日まで外務大臣を務めた。 1976年4月の総選挙で、大国民党が議席のシェアを大幅に拡大した後、チャートチャーイは1976年10月の地の水曜日事件の後に、軍事クーデターによって打倒されるまで、セーニープラーモート内閣の産業大臣だった。80年から83年までの間、プレームティンスーラーの内閣の下で産業大臣を務める。 その後3年間野党に転落したが、1986年の総選挙の際に、与党再選を見越し陸軍司令官、チャワリット・ヨンチャイユットの意向で、プレームにも軍にも受けのいい人物として、反プレーム色の強かったプラマーンに代わり、大国民党党首に選ばれる。選挙後、与党復帰に伴いチャートチャイはプレーム内閣の副首相になった。1990年、 ホワイトハウスを訪問したチャートチャー・イ首相とブッシュ大統領1988年7月24日に行われた体操選挙ではいずれの党も単独過半数を獲得できなかったがチャートチャー・イが党首を務める大国民党は最大議席を得て連立工作の中核となりプレームの続投を図った選挙翌日チャートチャー・イは自分が首相に適任でないと語り プレーム支持の立場を鮮明にしている。ところが、プレームは国民党など与党連合からの続投要請を誇示し、結局、チャートチャーイは12年ぶりの民選首相就任を受諾した。1988年8月4日、チャートチャーイは首相に任命された。また、それに伴い大将に昇進。外交面では、冷戦時代のタイと敵対関係にあった。 共産主義国のベトナム、カンボジア、ラオスとの関係を改善し、これらの国や他の国々との国際貿易を促進した。チャーとチャーイのスローガンは、インドシナを戦場から市場へ変えることであった。特に対カンボジア政策においては、ポルポト政権からヘンサムリン政権への外交路線修正を行い、またのロドムシハヌーク主導のカンボジア暫定政府も支援した。 内政面では、タイ国営電話機構とのパートナーシップによる電気通信ネットワークの拡大、東部特別開発区の開発、高速鉄道公社とのパートナーシップによるバンコク首都圏の道路及び鉄道ネットワークなど多くのインフラプロジェクトを開始した。チャートチャーイの首相時代、タイの経済は年間最大13%の成長率を記録した。反面、その政権下は、 汚職の温床であった。連立政党と政治家は、公的資金の分配をめぐって、露骨な闘争を行っており、タイのマスコミは彼らの、欲しいものを欲しいだけ取るという考え方を皮肉り、ビューフェ内閣と揶揄した。チャーとチャーイはこれらの問題を黙認し続け、マスコミから追求されても、常に問題ないと答えるばかりであった。フォークロック歌手エイト・カラバオはこれを皮肉り、 ノープランプラムというタイトルのポピュラーソングを発表、大の流行語となった。360人の死者を出した1989年12月の台風では被害を過小評価したため、さらに批判を浴びた。かつて反響色の強かった大国民党は脱イデオロギー化し、新興階級たる地方ビジネスマンを支持基盤としていた。彼らのビジネスを後押しする政策を追求し、 有利な政府契約に関与させた。プレーム前首相が官僚及び軍人などの飛行船エリート層に政治的決定を下させたこととは対照的に地方の利益を代表する議員らによる議会の役割の強化を提唱した。チャートチャーイ政権はバンコクの大企業と軍事支出を削減し、それらを犠牲にして周辺の経済発展を強調した。これらの政策は 国の伝統的なエリート層に挑戦するものであった。一方で、対カンボジア政策や知的所有権などの対米交渉、国営労組交渉など重要な局面では、議会政治を経ず、バーン、ピッサロヌークと呼ばれる首相顧問団に好んで、直接政策決定を行わせており、このことも後に、軍からの避難対象となっている。軍の人事決定権に強い影響力を持っていた。 プレームほどではないにせよ、チャートチャーイ政権は、プレームとチャワリットの信任を受けて組閣したため、本来軍との関係は良好であった。1989年8月、首相顧問の一人、スクムパン・ボーリパットが、軍は政治に関わるべきではなく、そのためには、士官学校のカリキュラムを変更する必要があるとの、発言をした際には、 陸士出身者の抗議集会が行われるなど、両者の間に緊張が走ったが、スクムパンの鋼鉄でこの時は収まった。一方、チャワリットは、軍内部の勢力関係に配慮するため、89年5月以降より、定年前の退役を望み続けていたが、チャートチャーイに移留されていた。九十年に入ると、チャートチャーイもそれを認め、退役させるとともに副首相兼国防大臣に、 迎えた。入閣後、かねてより政権の腐敗体質を批判していた、チャワリットが、汚職疑惑のあった、首相府大臣チャルーム・ユーバムルンを非難すると、チャルームは、チャワリットこそ批判の前に、自らの襟を正すべきである。チャワリット夫人は、歩く、宝石箱だと非難した。これを受け、チャワリットは6月11日朝、チャートチャーイの訪米当日に辞任する。 軍首脳部は徒米直前の首相に遺留交渉を行い、第一手段はじめ、各地方の将兵からも、避難の声が上がった。そんな中、首相不在中の軍のクーデター疑惑が流れ、それを受けたチャルームが17日に、大国 A マスコミ公社の移動放送車を通して、軍の通信を傍受、妨害する事件が起こる。また、8月に、内閣改造を行った際、 国防省秘書官に81年85年クーデターの首謀者マヌーンループ課長恩元大佐を新副首相兼副国防省に元最高司令官でプレームチャワリット派と対立するアーティットカムラエーク大将を指名するなど軍の主流派と対立する人物を政府に取り込み軍への介入を格作したため両者の関係はさらに緊張したさらに11月4日チャルームは 公共放送移動放送者問題に関する反論を30分にわたって行い、軍首脳部を月光させた。陸軍司令官、スチンダークラープラユーンラ軍首脳は11月6日と7日にチャルームの鋼鉄を強く迫った。チャーとチャーイも内閣改造による鋼鉄に動いたが、連立与党内部に批判があったとされるほか、アーティットもチャルームを擁護する立場を取ったため見送られた。 21日、チャートチャーイは、最高司令官、スントーン・コンソム・ポントス・チンダー陸軍司令官の、鋼鉄を上層する予定だったと噂されており、軍はこの日、以降、毎週行われていた首相との朝食会に出席を、やめたほか、23日、軍のラジオ放送で、政府に対する信頼を失ったとの放送を行った。マスコミは、もともとから、 評判の悪かったチャルームをその場しのぎの対応を繰り返して擁護し続けるチャートチャーイをスケート靴を履いたウナギと批判。与党内部からもチャルーム一人と運命を共にしたくはないとの批判が上がったため12月8日チャートチャーイはようやく第二次内閣改造に踏み切りチャルームをゲアさせた。しかし度重なる不和で威信を傷つけられた軍は もはや、チャートチャイに完全に失望していた。91年2月23日、最高司令官、スントーン・コンソムポン、陸軍司令官、スチンダー・クラプラユーン、副司令官、イッサー・ラポーン・ノーン・パクティー、空軍司令官・カセイ・トロ・チャナ・ニンラは、国家治安一団を名乗りクーデターを起こした。同日、チャートチャイは、アーティット・新福国防省の認証式に出席すべく、 ドンムアン空港から空軍機で離陸しようとしているところで空軍兵士に拘束された。その後、国家治安維持団は閣僚資産委員会を組織し、チャートチャーイに不正蓄財2億6550万バーツを追求すると同時に、官僚、軍隊、万国の資本会といった既得権益層のために行動した。彼らはチャートチャーイ政権下での統治形態を 議会独裁と呼び、道徳的低下を主張した。チャート・チャーイは、イギリスへ一時的に亡命するが、暗黒の五月事件で軍政が頓挫すると1九9二年国家開発党を立ち上げ、党首となる。1九9八年、肝臓癌のためイギリスコーンウォール病院にて死去。チャート・チャイは、ハマキ高級ワイン、ハーレー・ダビッドソンのバイクを愛好していることで、知られていた。 老年期でも、いくつかのスポーツに打ち込んだり、パーティーやディスコを訪問しており、プレイボーイであるという評判を得た。ありがとうございます。